こんにちは、じゅんです。この動画では、刺繍初心者の私が少しずつ刺繍スキルを身につけ、日々上達を目指していく動画です。最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。この動画ではルシアンのホームページから、ダウンロードした図案をいくつか使わせていただいてるんですが、その中の、観葉植物の、残り1枚ですね。この1枚で、観葉植物はほぼ完成ですね。あと、観葉植物の鉢の部分の縁取りをしておしまいになります。今日は、できれば観葉植物の葉っぱ残りの1枚をやりきれればいいなと思っております。映ってるかな。さて、すいません、僕も考えてなかったんですけど、きっと見ていただいてる方、サテンステッチだけやってるとちょっと飽きちゃう時間も出てくるんでしょうね。次やるのはいろんなステッチをやっていきたいなぁと思ってます。まだ何をやるかもまだ決めてないので、もしこれやってみたらとかあったらメッセージいただいたりとか、ツイッターもやってるんで、この動画上げるときに一応またツイッターのアドレスっていうんですかね、貼り付けられれば貼り付けておきますんで、そちらでもメッセージいただけると嬉しいです。さて、やっていきましょう。本当は中心からこう縫っていきたいんですけど、端からじゃないとせっかくの。グラデーション糸の良さを生かせないことが多いっぽいので、こうやっていきます。逆にメガネ邪魔だな。暑いですね。今もコロナ関係とかで嫌なというか、見た方がいいニュースかもしれませんけど、見ててしんどくなる、辛くなっちゃうような報道もいっぱいありますから、無理にテレビつけないでなんか趣味の時間に没頭したりね、そうやって大変な中ではありますけど、少しずつ楽しいことをして気を紛らわしていく時間、すごく大事なんじゃないかなと思ってます。皆さんもぜひね、そんな感じでストレス溜めすぎないで、少しでも日々楽しいこと一個ずつでもやっていっていただければなって
ちょっと偉そうですけど思います。僕はもう人のいない時間帯に走りに行く。終わったら寝るか刺繍をする。この流れですね、今のところ。まあ人と会わない。仕事もほとんど人と会わないでやるんで。まあスーパー、コンビニなんかは行きますけど。それ以外では、あんま人と触れ合うようなこともないので、比較的安心して過ごせてるかなと思います。すいませんね、なんであかんねんってちょっとブランクがあったんで、うまく喋れるかどうかがわからないです。そうですね、話題といえばどうしても避けて通れないのがオリンピックなんですけど、ごめんなさい、僕オリンピック全然見てないんですね。なんかあれに盛り上がっちゃうのちょっとな、なんかそんなスポーツ好きでもないのに今の時期だけ盛り上がるのも嫌だし、このご時世的に僕がオリンピックを盛り上がってる横でコロナにかかって苦しい人がいたら嫌だなっていう気持ちもあって、もうまあもともとどっちにしろテレビつけないんですけどね、テレビ見ないようにしてます。年間テレビ見るのなんか10分15分なんで、誰かが見てる時にあなんかやってんですねって言って見せてもらうことがほとんどなのであんまり見ないです。もう一個隣かな、この辺かな。今ね、レモンミント味とグレープフルーツ味の美味しい煙を吸っております。もちろん普通のタバコなんで変なタバコじゃないです。よいしょ。あーこれ一個余分だったかな、間違えちゃうかもしれないですね。今ここやってます、ごめんなさいね、カメラワークがまだ不慣れで下手くそなもので見えづらいかもしれないですね。よいしょ。いいですね、この辺3本撮りにするの、やっぱり英断だったかもしれない。3本撮りにしたことでサクサク進められる。
僕の速度が遅いからそんなには感じないかもしれないですけど、いい速度でいけてます、今のところ。これがやっぱり時間かかっちゃったり細かすぎてちょっときついなって思うと、なんていうんですかね、次やるときに億劫になっちゃったりして続かないとかがあるんで、やっぱりやりやすい、やってて結果が見えやすいみたいなことを意識してやっていくのが僕の好みに合いますかね。人差し、そう、この間も言ったかもしれないんですけど、ちょっと自分の動画どれくらい見ていただいてるのかなと思って見ていただいてたら、ゴールデンウィーク企画でやらせていただいてた基本法、基本の縫い方のおさらいをたくさんやった時の動画が、多いので100回以上再生していただいてて、あとスカラップステッチで100回以上、僕の動画にしては3桁っていうのは驚くほど、想定してなかったほどの数値なんで、あ、こういう需要がいただけてるのかな。特にスカラップステッチなんかあんまりわかりづらいですもんね。参考にしようと思って見ていただいてる方がいらっしゃるのかなぁと思いつつ、今度じゃあスカラップステッチでなんかちっちゃいものを作るのも悪くなさそうだなぁと、見ていただくことを前提にするならですね、そういうふうにちょっと思ってます。やっぱせっかくやってるから見てもらいたいですね。で、スカラップステッチに関しては僕もまだ全然勉強不足でよく分かってないんで、人様に教えようっていう気持ちでやるよりは、僕が学んでいく様を見て、動画にしていくんで、それをもとに皆さんしっかり勉強していただいて、ものにしていただくっていうのがいいんじゃないかなって僕はちょっと思ってますし、それか別のことをやるか、ハンカチに刺繍をするか、自分でデザインした刺繍をするかでちょっと悩んでます。もしね、こういうのが見たいとかございましたら、まああんまり、なんて言うんですか、僕にとっての難易度が激しく難しいなっていうこと以外に関しては検討させていただきますので、遠慮なく言ってくださいですね。あと僕ツイッターもやってるんで、この動画上げるときにツイッターのリンクを説明文のところにできれば貼ってる方いっぱいいらっしゃるんで、できないことはないと思うんで調べてやりたいと思ってるんですけど、もし見ていただいてる方僕のこと嫌いじゃなかったら嫌いじゃなかったらフォローしていただけると嬉しいです。まあツイッターやってない方もいらっしゃるでしょうし、その辺はね、うまいことやっていただければ。1個目終わりました。同じ濃さでいくかな。
ですね。どう行こうかな。縦で行ったろ。大したあれもないので、縦で。ちょっと画面じゃ、途中経過の今どうなってんのかなっていうのが非常に見づらいと思うんで、終わったら一旦広げて、こういう感じになりましたっていうのを見ていただきやすいかなと思う。3本通りだからって調子に乗って雑にやったらあっさり1本分が白紙になっちゃいました。糸が入ってない部分がいっちゃいました。で、そう、ふんわりやること、あんまぎゅう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 やらないことっていうのをこの間聞いたんで、その辺も意識してやっていきたいなと思ってます。そうですね、ツイッターの話に戻りますけど、僕自身そんなツイッター開いてなかったんですけど、特にこの刺繍関連のツイッターは解説するだけしてそんなに見てなかったんですけど、もっとやっぱり皆さんいろいろやってらっしゃるのを見てすごい刺激になるんで、もっと皆さんと絡んだり、見ていったりしていきたいなと思って、ちょっとツイッターもうちょっとやってみようかなと思い始めてるんですね。もちろんその中で僕に興味を持っていただいてチャンネル見ていただけたら嬉しいな、なんてスケベ心もありますけど、よいしょ、見てるとガタガタの部分がすごい気になっちゃうんですけど、僕もある程度作品として出来上がったら細かい部分はあるけどそこまで気にならないよってなると思うんですよね。ある程度のサイズですし、そのある程度のサイズの服の中で大きい中のちょっとした刺繍なんでね、ワンポイントが6つあるだけですから、でこれはこうかな、はい、グラデーションみたいなのに真ん中からやっちゃった。
と僕のレベルで使うもんじゃなかったのかもしれないですね。宗教室に行くにはもうコロナがひどいことになってるからちょっと今行けないし、多分やってないでしょうしね。よいしょ。服が出来上がってきてると思うとテンションの上がり方もすごいですね。あんま焦んないでやろうと思ってましたけど、これ今日中に完成させちゃおうかな。この後一回寝るんですけど、との色の差が出て綺麗ですね。よいしょ。だからなんか力入れてやってるからふんわりになってないですね。せっかくの手縫いだからやっぱふわっとなるのが魅力っていうことなんで、そういう部分大事にしていきたいなと思いますね。よいしょ。あれ取れちゃった。うまくいかないですね。そろそろ糸変え時かな。暑いですが、皆さん熱中症とか大丈夫ですか？本当にこまめに水いっぱい飲んで、あのお家にいる方トイレ立つのめんどくさいから水少なめにしとこうなんて思うと本当にあっという間に倒れちゃいますから、十分気をつけてくださいね。確かにね、立ち上がっておトイレ行こう
面倒くさいって思うのわかるんですけど、行きましょう、そこはぐっとこらえて。僕まだそんな面倒くさいな、しんどいな、トイレまで歩くの嫌だなと思うほどではないんですけど、お気持ちはすごいわかります。でもやっぱりね、トイレ行った方がいいに決まってますから。あとさ、なんか塩とかあるじゃん、熱中症対策の塩飴、あれ本当なんですかね。普通にご飯食べてる人は塩分取ってるからあれいいんじゃないのっていう場面がいくつかあるんですけど、わお、ここ参ったな、ここすっげえ塗っちゃったよ。ここやり直し。巻き込んで塗っちゃったからな。切るか。おそらく初心者がやりがちな失敗その1とかだと思うんですけど、皆さんどうやって修正するんでしょう。切っちゃうしかないかな、悔しいけど切っちゃう。なんか一本一本ほどこうと思ったらうまくいかないので切っちゃいます。ここがこことくっついちゃってましたね。ここもだ。ここも切っちゃいましょう。糸を優先して切っちゃいます。悲しいな。頑張って塗った部分切ってやり直すって。皆さんでもそういう道通ってらっしゃるんでしょうね。こんなに絡まってや、なんかボンとかなんかでつけなきゃ治りそうなんですけど、ごまかせそうなんですけど、まあ、ボンド持ってないんで。
あんまりね、布にダメージいくようなことが困っちゃいますから。だいぶ。どうしたこれだな、これを裏に持っていきたい。この辺かな。よし、この3本失うので、この3本を一旦始末して、短いからできるかな。最後の図はめちゃめちゃ苦戦してますね。これどっちにしろ長さ足りないからくるくるできないな。切りましょう。全部やり直してもいいんだけどな。ここで始末できちゃえば楽なんだけど、短いのあるかな。短いのと、で2回目のくるり先に針を通して、
回でいっか。ほどけたらほどけたで。この部分やり直しましょう。で、ほどけないように後でぐるぐるこの辺適当に巻いちゃえばいいんだよ。の仕方しているものを取って三本取りしていきます。今日は大事件でもないですけど、失敗もあったんでだいぶ長い動画になりますけど、まあ連休中雨なんでね、皆さん雨でやることないときはよかったら見ていただけると嬉しいです。取れたあたりともうまく絡んで取れにくくなるんじゃないかなと思っております。で、こう貼ることでおそらく邪魔にならない。こういう時こそ冷静に行くべきですね。このピョンと出ちゃってるのは何だろう。余分なやつですね。いやー、やっぱずっとサテンステッチやってると飽きるっていうのは本当なんですね。
よいしょ。吸ってないかな。もうちょい隣がいいかな。吸ってないか。こんくらいでやるか。やっぱ終盤雑になってる気がするな。この雑さがね、吉と出るか凶と出るか、まだ僕には分からないですから、初心者ですし。よいしょ。おっと、気づいたら無言の時間が増えちゃってましたね。よいしょ。さて、皆さんはこれぐらいのサイズの刺繍だとどれぐらいの時間で済むんですかね。2時間ぐらいなのかな、慣れてる人って。ここはおそらく結構ダラダラというか、平気で日をまたいでやるんで、1個にかけてる時間は5時間から6時間程度かなと思います。よいしょ。あー、乗れた。で、ここまでで、あとこの1枚を完成させたら終わりなんですが、この1枚は、下から行って、今糸が薄い部分があるんで、下から行って、上を黒くしちゃいたいなっ
ていう気持ちがちょっとあります。というわけで下からいきますね。素直に上向きに行こう。動画の途中なんですけど、皆さんにお願いしたいことがありまして、かなりの方って言ってもまだ一桁とかなんですけど、チャンネル登録者数が今9人とか8人になってまして、登録していただいている方本当にありがとうございます。頻度もねちょっと不定期になっちゃってて、なかなかみんな見てくれないかなと思ってたら、早速上げた動画なんかも見ていただいてて、で、初めて見てるよって方とかで、もし気に入っていただけたら、お気に入り登録とか、なんだっけ、グッドボタンみたいなのを押していただけるとすごい励みになるんで、もしよければやっていただけると嬉しいかななんて思ってます。ところで皆さん、アイスとか食べました？もう僕はコンビニで買ったバニラのアイスクリームに、自分でたまにナッツの蜂蜜漬けとか、その中にドライフルーツとか入れて瓶で保存して作るんですけど、バニラアイスにそれを目いっぱいかけて、ちょっとカリッとは焼いたパンの上にアイスとそれの蜂蜜を塗って食べたんですけど、まあ疑似的なハニトーっていう風な言い方をしてそれをやって食べたんですけど、なかなか美味しくてちょっとおすすめなんで、よかったら皆さんもパセラとか好きな方はぜひやってみていただけたらなぁなんて思っております。レシピはほんと簡単です。何でもいいので適当なフランスパン2枚入りぐらいを使って温めます。カリッカリに焼かないでいいです。ちょっと低めの温度で5分ぐらい、110度ぐらいで5分ぐらいで、熱々になればそれでいいんです。で、アイスを乗っけて、まあ自家製の蜂蜜ナッツですね、僕の場合は。ナッツ、アイスはバニラなんですけど、僕ナッツのアイスとかすごい好きなんで、そのナッツがとても美味しくなっていて、良いですよ。あとドライフルーツも一緒に蜂蜜とつけるといいって聞いて、この間イチジク、ドライのイチジクを取り寄せてやったんですけど、まあこれが完全な当たりでして、もう毎日食べちゃいたいぐらい美味しかったです。
これ一マス空く気がするんだよな、この辺なら。そんなことないか。そうですね、もっと今持ってるのがもっとフォローしていただいてる方もそうだし、新しく僕がフォローしたりフォローしていただいたりする方とおしゃべりしたりしながら、ネット上でのおしゃべりだからリプを返したりしながらっていうんですかね、趣味仲間みたいな形でおしゃべりできる人がいたら嬉しいなと思ってます。ただ僕すげえシャイなんで、上手に話しかけられるかどうか結構気になります。革の洋服に刺繍する技法とかもちょっと気になるんですけど、まあ、どうせ道具が高いからできないですけど、ってことに気づいちゃいましたね。よいしょ。やばい、今一瞬寝ちゃった。うとうとしちゃった。よし、もうちょっとだから集中していきます。針持ったのを寝るのはさすがに怖いですからね。よいしょ。ああ、そうだ。僕よく声優、スーパーの声優に行くんですけど、
ミネスマの墨付きっていうプライベートブランドで、炭酸水があるんですけど、レモンとオレンジ。あれ多分好きな人いっぱいいるだろうなって味でした、ね。僕は今日ピングレにしたんですけど、ピンクグレープフルーツですね。すごく気に入ってます。好きなフルーツがね、ブドウ、あと桃、スイカ、グレープフルーツ、オレンジとかなんで、柑橘類が一番好きですかね。それこそ これは良くない。丸めちゃおうか。あ、映ってなかった。ごめんなさい。ここをくるくるするのに夢中でした。よいしょ。ちょっと眠くなってきて手元が覚えてかないかな。そうで、再生回数が増えてるのでスカラップステッチと基本法、ゴールデンウィークにやってた基本の絵をやるのがなんか見てくれる方が多かったみたいでありがたいことです。で、
よいしょ。ハサミが見当たんない。これでいいや。とうとうここまで来ました。一応残り81個ですけど、完成図はよい想像できると思うので、今まで作った観葉植物6個を見ていただければと思います。自画自賛は恥ずかしいけど、結構頑張ったなって気がします。OK かな。じゃあこんな感じで今度は枠をつけて、終了したいと思います。それではここまでご視聴ありがとうございました。じゅんでした。